あ、声優のね、富岡義勇さん。びっくりしましたね。富岡義勇、うちの娘好きだからな。で、まあ、不倫に関しては、まあ、僕は、毎回コメント一緒なので、その家庭の奥様がどういうふうに感じるか。でも、まあ、今回の不倫に関して言うと、その、お相手の方が不倫だと思ってなくて10年だから、そこがかわいそうですよね。不倫と認識した上で10年で、で、自分が傷ついたって相手の女性が言ってるんであれば、なんかそれは、あなたはその最初からリスクあったの分かってるでしょって思うけど、桜井さんが結婚してることを言ってなかったってことですよね。だから不倫じゃないんだよね。まあ結果不倫なんだけど、不倫って報じていいのかなっていう違和感はありましたよね、このニュースに。奥さんがいない、結婚してないって言ってるんだから、相手の人はそれはもう、相手の人も被害者だし、奥さんも被害者だから、このケースに関してはもう桜井さん完全に悪いじゃんにしかならない。でもな、作品に罪はないから、これで富岡義勇の声が、あと呪術廻戦のなんとかさんの声もやってたよね。まあ、不倫がいいとは思わないけど、せめて堂々と不倫してほしかったなと思いますね。チャンネル登録よろしくお願いします。